マイコケです。本番まであと2分です。今日はよろしくお願いいたします。いいえ、こちらこそよろしくお願いします。いやかわいいじゃねえか、俺好みだぜ。やめられねえ。お前デビルマンか。どうだい、あたいの毒液は。よくやった。計画通りだ。でも今回はちょっとヤバかったかな。うん。それにしてもデーモンの奴ら、最近あからさまに人間を襲うようになってきた。もしかしたらそろそろ何か大きな。ミーコさん。ユミは大丈夫です。そうか。ほら、待て。
魔じゃねえよ悪魔じゃねえよてめえ何ちょっと走ってやるんだよなめんじゃねえぞそらお客さんやめてくださいようるせえてめえ悪魔だな違いますよやめてくださいただいま。おかえり。ねえ、タレちゃん。アキラくんから何か連絡あった？ないよ。そう。三日もどうしちゃったんだろう。恋する乙女って大変だね、バーカ。ねえ、お父さんたちは？悪魔狩りだって。三丁目の佐藤さん。いやいや出てったよ。仕方ないわよ。だって行かなきゃうちが疑われちゃうんだもの。その時私は父の残した研究ノートから奴らの全てを知ったのです。恐るべきデーモンのデビルマンの全てを。それではここでアスカ漁師の映した衝撃の映像をご覧いただきましょう。彼は不動明、私の親友でした。
けるのがうまいのです。あなたもいつ悪魔の餌食になるか分かりません。お前らそれでも人間か。そうだよ。ミコ、俺は牧村家の人たちが心配だ。お前たち二人は先にアジトに帰り、デビルマン軍団と合流しろ。遅刻するぞ。待ってよ、ミキちゃん。行くぞ。ああ。アキラ様。どうした。リーダーらしいです。セロス。分かった、すぐ向かおう。はい、待ってください。アキラ様、お体は大丈夫なのですか。何を言っている、問題ない。さあ、
デビルマン不動アキラ、もしお前がデーモン軍団に加わるのであれば、命は助けてやる。どうする不動アキラ。不動アキラか。サタン様、やはり動き出しました。ああ、分かっている。すべてがここから始まってしまうのだな。はい。アキラ。そういうことか。
敵に背を向けて逃げるとは許せん。あとはお前一匹か。一つだけ聞く。サタンはどこだ？アモン、俺はお前と戦いたかった。デーモン族最強の勇者と言われ続けたお前と、そしてやっとこの手で倒せる時が来た。これも貴様が不動明からデーモンの体を取り戻してくれたおかげだ。サタンはどこだ？わかった。お前を倒してからゆっくり探すとしよう。さあ、かかってこい。殺してやる。少しはできるようだな。これで決めてやる。久しぶりだな、サタン。俺ははめられたってわけだな。不動を諦って人間一人を生かすために過当な人間などに体を乗っ取られた。この屈辱、
この怒り思い知るがいい。アモン、お前はまだ気づいていないのか。いや、気づいているのではないか。不動アキラがまだ完全に死んでいないということを。アキラ、目を覚ませ。アキラ、アキラくん、何をぼーっとしておるのじゃ。変なアキラくん。ミキ、でさっきの話なんだけど、どうしたらいいと思う？ああ、ミキちゃん悩んじゃうのよね。困ったわ。ねえ、お主はどう思う？なんだっけ？ああ、やっぱりまた聞いてないな。もう。待ってくれよ、ミキ。ミキちゃん、ミキ姫。ダメるな。危ない、ミキ。ミキ、探してたんだろう。なぜそんなものを見せる。貴様と戦い、今度こそ全てを消し去る。そんなに戦いたいなら戦ってやる。
俺は牧村家に不幸をもたらせてしまった。俺が君を死に追いやってしまったんだ。俺が君を殺したんだ。ミキ、俺は立ち上げる力があるのか。俺は人間であることを捨てた。だが人間の心は捨ててはいない。お前にこの俺の気持ちは分かるまい。もう俺はお前に負けることはない。笑わせてくれる。今とどめを刺してくれるわ。